ブロックハウス百科事典、ドイツ語圏の伝統的な参考図書として一般に知られている中世百科事典、中世の内容に特化したドイツ語百科事典、ブリタニカ百科事典第15版、上段左より、グロプディア、マイケラピーディア、マクロプディア、2巻作品参考図書は事実確認のため、参照可能な書籍もしくは逐時観光物である。情報は必要な時に、 すぐに見つけることができることが求められるため、参考図書は通常その内容のすべてを理解するというよりも、情報の特定の断片を参照する際に使用される。参考図書の多くで使用されている著述形式は参考文献とは異なり、個人の主張を強調するのではなく、事実情報を重視して記述しているという点で有益である。 参考図書の多くは数とによる著作物というよりも複数人の教著による編集が行われている。参考図書には通常作品が書籍の末尾にある。造語版や改訂版は通常必要が認められた場合にのみ出版され、毎年改訂版が発行されるものもある。参考図書には辞書、思想ラス、百科辞典、年間、文献目録、カタログが含まれる。 多くの参考図書は電子媒体として利用可能でありソフトウェアとしての形態、もしくはインターネットを通したオンラインでの使用が可能になっている。対照的に図書館の参考図書は図書館でのみ閲覧可能であり図書館からの貸し出しは許可されていない。このような書籍の多くは図書館内における短期間の閲覧もしくは副写という形態で利用される。 参考媒体であり、それゆえに貸し出される必要がないような参考図書である。これらの参考図書は常時図書館に配備されており、必要に応じて閲覧、複写が可能である。他の参照のみ可能な書籍としては、貴重な情報であるために考え貸し出しを禁じている書籍がある。このような書籍は図書館内での配列においても、 貸し出し可能な図書とは別の書家に配置されている。いくつかの図書館はその蔵書のすべてもしくはその大部分が貸し出し不可の書籍からなっている。このような図書館の例として国立の図書館や特殊な目的に特化した図書館がある。電子参考図書は電子情報として提供される情報であり通常コンピュータで閲覧可能である。また電子参考図書の中には インターネット上で閲覧可能な情報もある。図書館では多くの電子情報を提供しており、それらの中には検索案内、作品、電子書籍、電子雑誌、図書館目録、参照情報、統計情報、録音音源、画像データベースが含まれる。ザユニバーシティオブサンとト,トーマスメゲルで、ベナビデスライブラリー、ザレファレンスマテリアルズ 2012年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2013年2月12日閲覧 alwords.com エレクトロニックリソーシズ2013年2月12日閲覧 The University of Chicago Library Types of Electronic Resources2013 年2月12日閲覧ありがとうございます